どうも、ヌヌです。ヴァンパイアサバイバーズ 0.11 にアプデまとめ。今回のアプデは細かな調整が多かったのですが、キャラが一体追加となっていました。ガロタワーで秘密の部屋に入れるようになっていて、入った先に棺があるので解放してあげるとキャラ解放となります。今回追加されたのはランドムという名のキャラクターです。このキャラクター、初期武器と特性がランダムに変わるという変わったキャラクターです。ハテナマークの体が上下に動き、しっかり目と口もあるキャラクターです。初期武器に関してはキャラ選択画面の時点で固定になっている様子。特性はランダムとのこと。画面を戻ってキャラ選択に入ると初期武器が変化していました。新たなゲームモードにクイックスタートが追加されました。キャラとステージをランダムで選択になり、息なしゲームスタートします。選ばれたのは象眼の図書館でアントニオ氏でした。今回のアプデは小規模で調整が主体のアプデでしたが、キャラがこっそり追加になってました。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。